ミスズ学園西洋基本校。ミスズ学園は、首都圏に11校舎を展開する大学受験予備校である。ハンダ久ルヒサが代表を務める東京都杉並区の株式会社ミスズが運営しており、学校法人格は所得していない。深みが率いる中小企業の一つである。キャッチコピーは、怒涛の英語と個人指導、怒涛の英語力である。 1978年、学園長を務める深見東修子と、半田春久によって、杉並区西小木久保の駅前に、大学受験塾として設立された。設立当初の名称は、三十林学園だった。東京都内に、西小木本校を含め上の、立川、吉祥寺の4校舎。埼玉県内では、南浦和、大宮、所沢、川越の4校舎。 千葉県内に千葉、松戸の2校舎、そして神奈川県内に横浜校の合計11校舎を展開している。従業員数は1995年時点で30人程度、講師陣も入れると数百人規模で3000人ほどの生徒がいた。2014年3月で中学部は廃止した。怒涛の英語力、1クラス平均20名、難関校合格主義。 学力別クラス編成、カレッジタイムシステムの5つを特徴に掲げている。毎週のカレッジタイムでは、講師からマンツーマンで指導を受ける。授業は、講師が随時質問して、対話をする対話型である。学園長のハンダによると、明るくて面白く、いつの間にか、勉強時間を2倍にし、学習量を3倍にする。 規制関念の枠を超えた指導がコンセプトであるという。また、声を出して覚える音読学習や、口頭テストも指導方針の一つとし、暗記科目は、居残りテストや対面式口頭テストも行い、基礎を重視した指導をしているという。毎回の授業の冒頭に確認テストを行い、合格点を取るまで追試を受けるシステムである。 ミスズ学園中央教育研究所を設立し、大学別の入試問題の解き方と出題傾向を分析した過去問題集を出版している。本番と同じレイアウト構成であることなどをコンセプトとして掲げている。対象学部は医学部、獣医学部、私学部、薬学部であり、医学部は過去10年、他の学部は過去6年の問題を収録している。 ミスズ学園の CM は、他の予備校とは一線を画したユニークな内容で知られ、学園側も自ら CM へのこだわりを明かしている。ヤマト・タケルなどに噴した人物がダジャレを発言し、最後に、ナレーターが、怒涛の合格ミスズ学園を3回連呼して、締めるのが、主なパターンである。ありがとうございます。